皆さんこんにちは。愛媛県西条市着物潮見です。元気でしょうかえー、愛媛県地域もですね、今日、やっとですね、えー、梅雨明けということで、昨年度より1日遅れ、えー、っていうニュースでしたね。なんかもっと、もっと梅雨明けって早いような感じがしてたんですけど、まあ、7月下旬、うん、ということなんですね。 もう昨日の夕方夕日が、西の空の夕日がすごい綺麗でもう幻想的な赤いね、綺麗な夜景が見えてたんですけど見ました、ね、で今日の朝もね、4時50分ぐらいですかね東の空の太陽の出たこの朝焼け見ましたね <laughs> 夢の中 <laughs> めちゃくちゃ綺麗で、なんかこう、朝、夕日と朝日がね、あのー、朝焼け、夕焼けでこう見れるっていうのはあんまりないですよね。えー、非常にまあ、綺麗な梅雨明けになったんじゃないかなと思います。えー、さてですね、あのー、夏休みのね、振袖フェアがスタートしてきました。えー、ちょうど21、え今日から 昨日で今日からね、振り袖フェアがスタートをしたわけなんですが、えー、まあね、あのー、こちらにもね、ありますように、まあ、帯締めとか、帯上げとか、草履バッグとか、あ、こっちで、あのー、今、なんか、ね、一生懸命、誇りを取り寄るから、<laughs> <laughs> し、し、ごめんなさい、<laughs> あのー、揃ってきてます。 ね、で新作のね振袖もどんどん上がってきててまだ一部ね、あのー、ちょっと来週にさなるんじゃないかなっていうものが、えー、ありますね。で、まあ、着物振り袖成人式にね二十、えーまあ、歳の集いに行くのに、まあ、今来ていただいてる方はもう令和7年1月成人二十歳の集いを迎える方あが本格的にね この夏来られています、えー、もう先週ぐらいからねかなりあの足を運んでいただいてるんですがで、まあ、この時期にですね、えー、家にあるものお姉ちゃんのお母さんの親戚のものを着るって言われる方、えー、着物帯長縛いいですか着物帯長縛でお持ちの帯締め帯揚げ重ね入り草履バッグ、ね、あとは着付けに必要な小道具ですね、えー、肌着であったりとか腰紐であったりとか伊て締めだったりとか。 えー、そういうものをまあ一式、まあ揃えてですねもう持ってきていただいて、ねえー、寸法がちゃんと自分の寸法に合ってるかどうかとかですねで、まあ、汚れとかしわとかあそういうものがついてないか、えー、中にはねこう保存状態によってはこうカビがね、えー、来てたりとかねするものもあるんで実際目には見えなくても結構こう出してみるとカビの匂いがねこうしてるっていうものは。 えー、カビ取り消臭クリーニングっていうのをしていきます。でそれもですねやっぱり一気にカビを、まあ、除菌というか除去するのって難しくてですね、えー、少し時間をいただきながら、えー、消臭加工をしたりとかですね、えー、菌を取り除くような作業をしていきます、えー、のでやっぱりリゾリを持って、えー、来ていただく。で、まあ、レンタルはですね気に入ったのがあれば もう下て上がりのものがほとんどですので、えー、中にはオーダーレンタルっていうのがで、オーダーレンタルっていうのは、まだ下て上がってない、こういう仮塗りのね、えー、お着物をレンタルとして使うものになってきます。えー、普通のレンタルよりは少しね、えー、割高にはなるんですが、えー、一番最初にね、自分がレンタルとしておろすっていう商品がオーダーレンタルになります。で まあ着物って寸法があるようでないような感じがすると思うんですよ。着物って全部一緒だと思うんですが、実はですね、こう振り袖のレンタルに関しましても、SML、S、M、L、まあ、大きくは3種類ですね。まあ、その中には SS があったりとかですね、LL L っていうサイズがあるんで、まあ、少なくとも5サイズはございます。でその中でまあ身長とかですね、体格、体型に応じて、えー、の中から、 自分に一番合うものを寸法として選んでいただく、ね、でまあそうですね S と M のちょうど間とかですね M と L のちょうど間ぐらいっていう人は、まあ、両方からね商品の方を選べるんで、まあ、言うたら、まあ、倍ぐらい量は多く見れるっていうことも考えられますでまああとはこうお,おあつらいということで、えー、自分のね寸法に合った、えー、自分の好きなものをねご購入いただく。 でこれもうどこどちらさんのお店でもそうだと思うんですが実はですねこれ仮エ葉って言いまして着物の形にしてるだけなんですよ。でもう反物でねお見せしても柄のイメージがつきにくいということで、えー、仮エヴァという,こう仮の着物の姿にしております。でこれはもう広めに広めにですね生地を取ってで。 えー、必ずこの寸法よりも小さくなるようにこう折り目とかですね、吐くとかが折れた部分が出ないようにですね、大きめにか塗ってるんですね。でそれを切られるお嬢様の寸法に合わせてこうサイズダウンしながらこう柄合わせをしていく、ね。例えば、この、ここの柄をね、見ていただくと花びらがだいぶ近いけど合ってないですよね。これ。 こういうところをちゃんと合わせて、え切、ー、る方の寸法に合わせて、押し立てをしていきますで。このちょうど袖とか見てください。ここ。ここなんかわかりやすいですね。この花びらのここが、ここと一緒になるんですよ。ということは、仕立てすると、基本的には、こういう感じに、こういう感じに寸法が合うようになってきます。 はい、見えてますかね,、はい、ねこの辺も柄ここがこういう形になってスッキリなるんですけどそれでもやっぱり身長の高い方、えー、腕の長い方なんかは少しこう柄がね、えー、ずれてしまう可能性はあるんですがまあ広く取ってるっていうことです。でこういうあの仮縫いの状態のものっていうのは切られる方の 身長体系がわからないんで、後ろの襟ぐりとかですね、を、はさみを入れてないんですね。仮の姿でもう一枚に戻る状態なんです。だから、この襟ぐりを、はさみ入れてない分、仮着付けしたときに、襟が抜けない。くっついてるんで、柄が、片山がここなんですけど、こんだけずれてるんですね、後ろに。ということは、この正面から見たときに、 この状態が実はもっと柄が今これ 10cm はこうね前にこう出てくるっていうねえー、ことですこの辺も、まあ、実際位置的にはこのぐらいまでここの柄だったらこのぐらいまで出てくるんですねだけどこう仮縫いの状態できれいにするとこうなってしまうんで、えー、もう少しこうボリューム感がこう出てくるっていうのをまあ実際の 着付けをさせていただいている時はこれを一回ずらして前には持ってこさせていただくんですがやっぱり接中心を取ると全体的に柄が下がってしまう、えー、ということでまあ実際にどういう柄が来るのかっていうのはこうお店の人とお話をしていただきながらですねあとはもうこの顔移りって、えー、いうところで、えーまあ、首筋からですね、えー、顔にかけての顔がね、えー、細い方があれば、ね、少しこう。 丸い方とかですね、えー、その間の方とかがこういらっしゃるんでそれプラス肌の色白い方があれば、ねあのー、スポーツとのス,スポーツとかされて日焼けされてる方もいらっしゃいますので、えーまあ、この重ね刺繍襟ですね刺繍りとか重ね襟り、えー、で帯揚げで帯締めっていうところで、えー、柄の調整色の調整をしていただくとあすごくね、あのー、変わってくるんじゃないかなと思っております。 でじゃあね、どれぐらい変わるかっていうのは、今までの動画でももうたくさんご紹介してきたんですが、こう雰囲気をね、こう変えていくっていうところで、まあ、この今赤が入ってるんですが、もう少し、まあ、こう、まあ、ザ・振袖の可愛いっていうのはやっぱ赤が、顔写りは良くなると思います。で、おしゃれにね、着こなしていきたいなっていう方は、 こういういちょっとね、紫の感じのものをねこう入れていってあげるとねすごくこうかっこよく決めていけれるんじゃないかなと思いますもちろんこれもね反対側こちらにも紫の色が入ってくるんですが、まあ、ちょっとね違いを見るために、えー、今度はこちらはね黄色の色をね入れてみたいと思いますキャサリン頑張れ で、こういうふうにですね、えー、重ねえりがこう入ってくると、ね、ここに来る顔肌の色によって顔写りがすごく変わってきます <laughs> 見えない。でこう帯揚げもねこれ少しこう色をね 変えていくと雰囲気が一気にこう変わってきますよね。これ、うん、でまあ、ね、黄色。 何ですか今のこのフェイクはこうくる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 何笑ってるんですか真面目にやってくださいよ。<laughs> こうちょっと白い帯締めでこうすっきりともうちょっと。<laughs> はい、これねちょっと白のね帯締めも。<laughs> はい。ッとするだけで着物全体の雰囲気が一気に変わってくるんで。 まあ結構ね、兄弟で、あの、姉ちゃん妹で色、色柄、こう、好みがこう、全然違うから、もう、レンタルにします、とかっていう話も結構あるんですが、まあまあ、この、着物のすごいところは、帯締め、帯揚げ、重ね入り、ね、帯締め、帯揚げ、重ね入りですね、ここの色使いっていうだけで、随分と変わってくるんですよ。 で、今もなんか小物とかっていうのも可愛いものがたくさんあるんですね。そう。で、こういう可愛いものがもう以前、以前というかもう昔に比べるとはるかにオシャレになってきたんでですね。こう、帯締め。え、もう、こういろんなね、こう、パールがついたものとかですね。 おだまきにねこうなったような飾りがついてるものとかですね。で、パールもこう豪華なね、パール。でも、キラキラのね、ものがね、えー、たくさんありますが。で、この辺も金額で言うとですね。えっ、ー、と、まあ、ちょっと種類が。 いろいろあるんですけど1万円弱ぐらいからねこういう1万円ぐらいからまあ高いものでまああの伝統工芸士さんの組紐とかですねそういうものになってくると まあ、高いので3万とかね、えー、そういうものもあります。でまあ、このようにキラキラしたものおとかがたくさんこうあって、まあ、帯締めとかあ、重ね入りとかもね、色をね、たくさんあるんですよ。はい。で種類もね、こう、さや型のものから、無地のものからですね。で、先ほども出したような、 パールがついたものからちょっとリバーシブルで二重柄になっているものとか五重重ねっていうもの5種類のね帯締め重ね入りが重なっているものとかですねそういう感じのものがあります。 で、刺繍襟も、いろんなね、ポリエステルの刺繍襟から、えー、昇剣のね、昇剣の生地に、えー、半襟に昇剣の刺繍とかですね、えー、いろんなね、こう種類。で、ちょっとこの夏、最近ちょっとこう、増えてきたっていうのが、 え、以前のまあま、こう、なんていうんですか、こう、スッキリに大きい柄のもの。以前よりも、こう、スッキリ感。スッキリよりも少し柄が増えた。で、まあ、無地っていう話もたまにあるんですけど、こう、スッキリに大柄だった。 のが大柄柄プラスちょっと細かいもこっち側はちょっと大柄っていうところですね。で、下が少しこう、細かい柄がね、こう増えてきた感じです。あと、今結構こう、引き合いが多いのがですね、ちょっと花のね、これ花柄の、ちょっと全体のガラガラした感じのね、 こういう感じのが、今結構踊り合わせをいただいております。はい。あとまあ結構ね、あの、強いというかですね、定番にはなってくるんですが、絞りの、えー、これもね、色からたくさんあるんですが、ちょっと今、今後ちょっと取れたんで、 こういうい、ね、全体柄のこう絞りで少し小漬けなんですよで今広げさせていただいたのはもうそのままねこう訪問着とかね、えー、っていうところにも使えるものとしてう少しこう絞りの入った小漬けの柄小漬けの柄って分かりますかね柄自体が一つ一つが小さめっていうことですね で、大柄、大漬けっていうか、大柄みたいっていうのは、えー、こういうね、柄がこう大胆のね、こうバンとした柄が、大柄、大漬けの柄になってきます。はい。で、やばいね、こうちょっと元気な黄色系の色であったりとかですね、そうです。そこに置いてるのとか、こちらにちょっとかけてるんですけど、 はい。こういう黄色系の色も、今年の夏にかけて、えー、結構お問い合わせをいただいているところです。はい。もうね、皆さんね、あのー、どんなね、色目を着るかとか、イメージがだいぶ膨らんできたんじゃないかなと思いますが、やっぱり少しこうね、珍しい色っていうのでは、こういう、紫というか、ワイン色というか、 こういう珍しい色なんかもまあ最近ではね、あのー、増えてきましたので、まあ数的には圧倒的に少ないですね。で、これもかっこいい感じで、えー、着ていただくのでは非常に人気を頂戴しております。ただね、まあやっぱ数が少ないっていうのと、取り扱い枚数自体があんまりないんで、えー、やっぱもう取り合いになりますね。もう早物勝ちというところでございます。 はい。で、特にね、あの、お母さんとかお姉ちゃんとか、あの、親戚のとか、ね、あるものを使うって言われる方、えー、やっぱりこの帯締めとか帯揚げとかを少しこうチェンジをしてあげるとかですね、もうちょっと雰囲気を変えようと思った帯自体を変えてあげると雰囲気がゴロッと変わってくるんですよ。ガラッとゴロッと、ぐるるんと変わります。 なんで、まあ少しね、やっぱ予算のある方はですね、えー、この辺を少しね、予算を持っていただいてですね、まあ例えばまあ極端に言うとですね、今のこのキャサリンちゃんが頑張ってきてますけど、これの帯をですね、こういう感じのものに、例えばこう変えていくとですね、よいしょ。ここ上の赤、前だけ赤いここ。こういうね、 感じで変えていくだけでもう雰囲気がゴロッと変わってくるでしょ。ね、ゴロッとこう変わってくるんで、こういう風な、あのー、帯をこう変えてあげるっていうこともコーディネートではまあ必要じゃないかなと、えー、思います。あと、本当にこう帯締め帯揚げがすごくオシャレになってるんで、で、えー ものにもよるんですけど、色合いがね、やっぱり昔のシュー系の色とかですね、ピンク系の色を使ってると、あー、なんか、お、えー、お下がりでなんかな、とかっていうような雰囲気が出てしまうんで、やっぱり今の色にちょっと変えてあげるだけで、ぐっともう、身長あつらいしたような、あ感じのイメージを持てます。で、気をつけていただきたいのがですね、草履バッグなんですよ。えー、特に草履。草履は、経年劣化。 要するに置いておいたら、履いてないから大丈夫ってね、よく思われるんですが、やっぱりあのー、素材がですね、劣化していきますので、特にまあ、湿気が原因なんですけど、そういうのでまあ、やっぱ表皮面が剥げたりとかですね、で、旅とかね、足くっついたりとかですね、それが着物に移ったりするっていうこともあります。で で、やっぱり特に、まあ、その表皮だけだったらいいんですけど、草履の裏ですね。裏の皮の部分ですね。これがですね、あの、めく、剥がれてしまう可能性があるんですよ <coughs>。この、この部分ですね。この、この部分。ここから、ビキッとね、あのー、吐いてたら、ここからずれてしまう可能性が、 つるつる、直った<で>好きだあこれで直った <laughs> で、この部分がベロッとこう剥がれてしまう。歩いているうちに剥がれてしまう可能性があるんですね。で、これ目安とかは何年とかっていう、聞かれるんですけども、も保存状態なんですよね。でもまあ、あのー、目安ではないですよ。まあ 状態にもよるけど、もう一つの目安としては、まあ5年とかね、7年ぐらいを目安に見てって言ってるんですよ。もう大体まあほったらかしになってるんで、で、高湿を、高温度のところで保管されてる可能性が高いんですね。だからやっぱりここね、やっぱり一部ね、こうやっぱりボンドとかですね、えー、そういうものを使ってますので、で、今の、まあこういう草履ですね、花尾がすごくこう、 柔らかいんですよね。さっきツボのところも柔らかいんですよ。で、この中に通している紐もですね、あんまりよりをかけてなかったりして、もう当たった、この、ここビロードみたいになってるんですけどね。この辺の、足に当たる感覚がもう全然柔らかい。ね。だから疲れ方が全然違うんですよ。一つまあ、ゾウリなんかは心配なんで、 ただ新しくね、せっかくお祝いの席になりますんでね、途中でね、バッてなったら辛いんでですね。ちょっとっベロンてなったらもうかそこがね、外れると、もう多分ボンドでくっつけてもなかなかなんで、あのー、杭、杭っていうか、ゾウリの裏を止める杭が、こう U の字 U ピンみたいな杭があってで、そういうのをまあ、周りにね、こうダダダダっと打って、 えー、止めるボンドプラスそういうので止めるとかっていうふうに、えー、していかないとなかなか厳しいかもしれんですね。うん。なんです。まあ今たくさんねあのゾリバッグまだほとんど一部しか出しなくって、まあ、その方のコーディネートに合わせて、えー、商品をね、えー、これもまあ S サイズフリーサイズで M サイズとかフリーサイズとかもメーカーによって違うんですけど で、まあ、L、L、L、みたいな感じでご準備させていただいておりますので、あとは、この造り台の高さですよね。こうやって、あのー、これは3枚3枚なんですけどね。これは前3枚、1、2、3段。後ろも3段。ね。これが3段、2段とかですね。2段、1段とかですね。というふうにいろんな種類があるんですよ。で、身長高い方で、ね、あのー、もう低めがいいっていう方、あーもう、まあ、 まあ、振り袖なんで、一段一段っていうのはね、ちょっと悲しいんで、やっぱり二段一段ですね。その二段でもまあ、高さがいろいろありますんでね、前もこう、ぐんと下がってるものがあれば、少しこう、フラットなものもあるんで、まあ、この辺はですね、まあ、お店の方と相談しながら、ね、で、あの、ぽっこりみた、こう、大きい、えー、10センチとか、12、3センチっていうものもありますんで、 えー、そういうのもご希望でしたらご準備をさせていただいておりますし、まあ結構こう数はね、そのたくさんは準備してませんので、えー、早めにね、相談をしておかれるといいんじゃないかなと思います。 ねやっぱもうこの、もう今週からですね、来週、ーお盆明けぐらいまでたくさん、えー、ご来場のご予約をいただいております。えー、ぜひね、あのー、まだこう、最上の方、最、え、上、ー、新居浜あ、今治ね、松山、四国中央市の方ですね、えー、振りすぎに行くとなればね、ぜひ一度ね、塩見の方にも足を運んでいただきたいなと。 えー、思いますので、よろしくお願いいたします。またね、なんか気になることとか、ご質問とかありましたらね、えー、気軽にね、まあ、インスタグラム、LINE 等々で、えー、ご連絡をいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。もちろん、あの you、YouTube のコメントをいただいても結構です。はい。ということで、えー、ちょっとね、あ,あ,あんまり、ちょっと柄を出しすぎてもどうかなと思いましたので、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。 はい。またね、あのー、フリスルフェアのね、中間報告等ね、えー、また次の配信の方でさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。あと、そうそう、この最近またね、えー、今回パールの刺繍、重ね入りのパールとか、あのー、スパンコールがついたものの問い合わせがね、えー、結構多くて、えー、ちょっと取り置きなんかさせていただいてるんですけど、はい。 そういう、ちょっと前の動画とかでも多分あげてると思うんですけど、いろんな種類があるんで、コーディネートも、本当に多彩な感じがあります。まあ少しね、小物なんかも調べていただきながらですね、準備させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではね、また皆さんお会いしましょう。さよなら